ニューカレドニア島とその周辺における生物多様性について述べる。太平洋に浮かぶ大きな島であるニューカレドニア島とその周辺の生物多様性は世界的に見ても最も重要なものの一つと認識されている。この島々は多くの独自の植物、昆虫、爬虫類、鳥類などと一体になり高レベルの固有性を備えている。 そこには固有種の両生類は存在しておらず、コウモリを除けば固有の哺乳類もいない。こうした独特の生物多様性は外来種、伐剛搬出、家事、農業、都市開発、ニッケル採掘などによって脅かされている。ニューカレドニアの生物種には人類の到来によって失われたものもあるが、1500年以降に絶滅した種はないと考えられている。 南太平洋上の多くの島々と異なり、ニューカレドニア島はゴンドワナ大陸の名残であって、火山活動に由来する島ではない。超大陸が壊れた時に、オーストラリアやニュージーランドと分かれたが、前者と分かれたのは、白亜紀末期、後者とは、中心を中期と推測されている。このことが、ほぼ孤立した環境での長期にわたる進化につながった。 ニューカレドニアの動物章や植物章には、オーストラリアや他の当初から海岸にたどり着いた種もないわけではないが、貴重な生物種については、ゴンドワナ大陸から分かれた際に島々にいた、生物種を先祖としている。原始的な植物章の長い孤立は、種だけでなく族やトガについても、ここ以外には見られないような独自な進化を遂げさせた。恐竜たちのいた時代以降、 大陸移動の影響でニューカレドニアは北に移動している。地理学者たちの中には何度か一定期間水中に没していた時期があると主張している者も,もいるが、植物学者はその場合でも海面上にあった地域が存在していたに違いなく、そういう場所がゴンドワナ以来の植物種にとっての避難所として機能していたと主張している。そうした理由によって、 今日でもなお、ニューカレドニアは、ゴンドワナの植物症と深く結びついている植生が保存されているのであり、古代超大陸の自然史を覗き見ることのできる素晴らしい窓として機能している。しかし、ニューカレドニアの孤立は絶対的なものではなかった。表記の海面の上昇や加工によって、近隣の陸地、つまり、ソロモン諸島、バヌアツ、 オーストラリアなどと実続きになることもあったため、生物種の出入りが容易だった時期もあったのである。そうして、ニューカレドニアに新種が入り込んだり、逆に、ゴンドワナ起源の生物種が、東方の島々に進出する機会を得たりしていたので、ある。ニューカレドニアは、熱帯の最南端に位置している。その首都である、グランドテルは、人口、地質、土壌、 海抜標高などの様々な要因によって多彩な生育地を抱えている。ニューカレドニアの植物群落は恐竜時代のルーツを考察するのに適しており、まさしく生きている化石ということができる。その古さに加え多様性に満ちていることや、1平方キロメートルあたりで見たときに地球上の他の場所では、ほとんど見られないほどにこういう種が豊かである点も評価に値する。 ニューカレドニアの動物症の多様性が持つ特色は多くの島々、特にニュージーランドのそれに類似している。もともとコウモリを除く哺乳類は生息しておらず、脊椎動物の動物症で支配的なのは爬虫類と鳥類である。人類の到達以前に大型の動物種がこの島々で進化し、絶滅したことが洞窟で発見された化石から、 明らかになっている。かつては、メンフクロウの仲間や、タカカの二種の鳥、スカツクリ、シルビルニーズネオカレドネとして知られる、飛べない鳥などが生息していたのである。島には陸生の巨大な亀であるメイオラニアも生息していたが、この亀は、今日見られる他の亀と異なり、梱包状の尻尾と、頭から突き出た突起で身を守っていた。 他にも、陸生のメコスチネクロッコダイルであるメッカスクス、インエクスペクティタスもゴンドワナ時代の動物賞の名残として生息していたが、人類の到達以後に絶滅に向かった。今日、ニューカレドニアには、蝶類の固有種が21種生息しており、その中にはカグーが属する固有種のカグカも含まれている。島には道具を使う、珍しいカレドニアガラスも生息している。 島の固有種の鳥類については、エンデミックバーズ・オブ・ニュー・カレドニアも参照のこと。ニュー・カレドニアの爬虫類の動物賞の特色は、大半がオーストラリアと強い神話性を持っている。島に生息する69種の爬虫類のうち、62種が固有種である。蛇は2種生息しており、ヤモリ科の最大種であるツギオミカドヤモリや、多くのスキンクの仲間も生息している。 しかし、すでに触れたようにワニや、陸生の亀は減損していない。ニューカレドニアの生物多様性は、多くの要因によって脅かされている。多くの当初の生物種と同じく、ニューカレドニアの生物種も、外来のネズミ、猫、犬、豚などに張り合えるだけの大応力に乏しい。そうした、外来動物は、家具などの在来種を脅かしている。 偏僻な地域では今なお狩猟も問題だが、それ以上に固有種の生息地喪失に関与しているのは、伐採による森林破壊等の種産業である、最高、広範な地域を巻き込む抑制できない火事、乾燥した紅葉植物の生育地を狭めている農業、さらには都市開発などの要因である。1500年以降に絶滅した種は確認されていないが、 ニューカレドニアクイナと赤ジリムジンコの2種は100年以上目撃されておらず、絶滅していないとしても、極めて危機的な状況にあると考えられている。同じような状況であると思われていた、ズクヨタカかのニューカレドニアズクヨタカについては、2006年に、島の偏僻な区域で発見されたことが報告された。王冠ミカドヤモリにしても、1994年に、 再発見されるまでは絶滅したものと思われていた。ニューカレドニアの生態系は多くの国際機関からも優先的に保護されるべきと認識されており、フランス政府にも積極的に働きかけが行われている。しかしながら、その努力は今まであまり実りが大きかったとは言えず、ニューカレドニアに残る自然地域の決定的な保護には失敗してきた。例えば、 これらの生きた化石の生態系に地球規模での重要性が与えられ世界遺産に登録されることで保護の必要性を認識してもらおうと試みられてきた。しかしその試みは島の主産業である最高や開発推進派の意向を強く受けた地元行政府の反対にあってきた。昨今の採掘は生態系の極度に重要な地域で行われてきているが 世界規模の世論の圧力によって最高企業は自発的に採掘後の環境のリハビリテーションを行うようになっている。しかし、そうした最高後の活動を考慮に入れてさえも最高活動は生物多様性に満ちた地域の後輩に結びついているのである。世界遺産に登録されれば制約のない最高活動に強い衝撃を与えることになるだろうが、他方で ニューカレドニアの経済的な安定に響くことになる。求められるのは、バランスの取れた資料深いアプローチである。地元での保護努力は、草の根レベルでは行われてきたが、暫定的なものであり、上で述べたような地方の繁栄や安定にとって、重要な最高と衝突するときには、常にくじかれてきた。21世紀に入ると、全地球的に認識されている。 この地方の自然保護に対する地元の行政府の優先度を高めようとする動きも見られるようになっているが、公には強い反対にあっており、提唱者たちが暴力の被害に遭う場合もある。甚だしい例は2001年のゴールドマン環境賞受賞者ブルーノファンペテゲムの場合である。彼はニューカレドニアの裁判所で、 行政担当者たちはこの地方の産後賞を守るための法律を遵守せねばならないとする決定を勝ち取ったが、その結界へは放火され、家族ともども再三にわたり脅迫されることになった。最終的に当時の行政不責任者、ジャック・ラフールは、国営航空会社でのファンペテゲムの雇用を打ち切ることで事実上の退去処分を行い、 彼の反対意見を封殺することに成功した。なお、ニューカレドニアのンゴ礁は2008年に世界遺産に登録された。ありがとうございます。